以上でございます。大臣がまたこれを仕上げていただくということで資料と予想があるさせていただきたいと思います。開会した後に主催者の町長からご挨拶、冬の長いここでの闘病生活の中で桜が咲くまでは頑張ろう、桜が、咲く頃には元気になって家に帰ろうというふうな、熱い気持ちですね、思って、桜を見ている方が多いのでいます。はい、それでは1、2、3、はい、ありがとうございました。今年は西上賀町が誕生して10周年を迎えております。そして西上賀を代表する施設である西上賀沢内病院がですね、創立以来60年を迎えたということで記念すべき年に当たっておりますので、今日の植樹祭はそういう意味で非常に今後の将来に向けてのですね、桜の木自体がですね西上賀を象徴するシンボルの桜の木になってくるんじゃないかなと思って期待しての植樹祭でした。